平成25年12月1日、第9回阿蘇市民地域対抗駅伝大会があり、アスリートたちが阿蘇カルデラを走り抜けました。阿蘇市と阿蘇市スポーツ推進委員会、阿蘇市陸上競技協会などが、市民の健康と体力づくり、そして親睦を深めるため、毎年この時期に行っているもので、今年で9回目になります。阿蘇市内の旧11校区から16チーム、小学生から一般男女までおよそ200人のアスリートたちが参加。絶好の駅伝日和の中を佐藤阿蘇市長の力の入った声援を受け、1区中学生男子16人が阿蘇市役所前を一斉にスタートしました。コースは市役所前から半時計回りに古城保育園、昭蘭山、小野田、西町枠戸石前など12区間およそ 21km のコースで、阿蘇カルデラ内をほぼ半周する阿蘇市東部を中心に行われ、阿蘇西 A チームが1時間15分55秒でゴールの阿蘇市役所前に飛び込み、初優勝を飾りました。2位坂梨、3位に昨年優勝の宮地 A チームでした。各区間賞もあり、最優秀選手には8区を走った阿蘇西チームの郷義直選手が受賞しました。レースは大接戦で、沿道の応援も一段と高くなり、事故もなく穏やかな駅伝大会となりました。